デイジーチェーンは複数の電気、電子機器を樹舌なぎにする、あるいは全部まとめて一つの輪にするような接続方法である。単純な悪化でない輪から分岐があるような形に対してこう呼ばれることはない。デイジーチェーンは電力、アナログ信号、デジタル信号など各種の伝達に使うことができる。このデイジーチェーンという語はハードウェア同士を ケーブルで接続するような場合にも、あるいは電子回路上での部品同士の接続のような場合にも、使われる。テーブルタップや IEE-1394、サンダーボルト、イーソネットなどで、デイジーチェーンを構成することができる。アナログ信号を伝える場合、大抵はバスで接続がなされているが、とりわけ多数のデバイスをつないでいると減衰が大きくなり、 リピーターや増幅機を入れる必要が出てくることもある。デジタル信号をデバイス間で伝える場合にもバスが使われることがあるが、場合によっては端に終端抵抗が必要となる。ただし、アナログ信号と違って、デジタル信号は理算的なので、途中の機器で信号を再生する必要はあるが、その際に情報は変化しない。デイジーチェーンでつながった機器機器によっては、 使うコンピューターに直接つなぐのではなく同じインターフェースを持った機器を経由して呪術なぎにコンピューターへ接続することができる。この場合、直接コンピューターにつながるのはコンピューターに最も近い一番端の機器だけである。一例としてはユアとポートを持った機器を呪術なぎにすることが挙げられる。一つに連なった機器は強調的に、つまり 同時に一つのデバイスだけがバスを使うように動作する必要がある。デイジーチェーンは以下の二つのネットワークトポロジーのいずれかに属する。ありがとうございます。